気持ちいい。これぐらいだった。これぐらいだと気持ちいい。うん、ああいい感じですね。いいですか。はい。でもそういう方のための店ですか。痛いだけの店じゃないですからね。相当硬いですか。ここ硬いです。これなんで硬いかって言ったら、はい、首と肩と、はい、もう肩甲骨の付け根の部分になるので、はいはい、一番コリが溜まりやすい部分なんですね。3点が1つの場所に集中してるわけですから、はい、テンションかかりまくりますよね。